皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。皆さんこんにちは、ゆっくり魔理沙です。今回もゆっくり解説をやっていくぜ。高評価、チャンネル登録、拡散もよろしくね。ねえ魔理沙、思ったこと一つ言っていい？ああ、いいのぜ。さっきのツイッターサジェストめちゃくちゃじゃない？確かにそうだな。タキナのツイッターサジェストはインパクトが強いものが多く、話題になってるな。ということで今回はタキナのツイッターサジェストがすごいことになってることについての解説をしていくぜ。お願いします。その前にタキナについて軽く解説していくぜ。井上タキナ、リコリスリコイルの登場人物でもう一人の主人公だぜ。クールかつ合理主義者で、独断行動をしたことで DA を左遷され、喫茶リコリコで働くことになるぜ。当初は DA に戻ることに躍起になっており、ヒサトともそこまで仲良くしようとはせず、あくまでも仕事仲間としての関係を貫いていたぜ。そんな彼女に転機が訪れ、それが第3話だぜ。第3話以降、タキナは徐々に性格が軟化していくと同時に、今までのタキナからは想像できないほど喜怒哀楽が激しくなっただけでなく、気候も目立つようになるぜ。4話以降のタキナのツイッターサジェストはネタまみれになっていき、タキナは徐々に人気を伸ばしているぜ。タキナの心の変化もリコリコの見どころよね。ということでここからはタキナのツイッターサジェストの遍歴について話していくぜ。お願いします。第4話ではタキナとチサトが2人で下着を買いに行くことになるぜ。なんとタキナは男物のトランクスを履いており、見かねたチサトは一緒に買い物に行くことになるぜ。ちなみにタキナはトランクスの履き心地がいいとのことで、ツイッターサジェストに、タキナパンツ、タキナトランクスが表示されることになったぜ。この時点でインパクト抜群ね。だが、4話で最も話題になったタキナのシーンは、魚だぜ。下着を買って食事を済ませた後、二人で水族館に行き、チサトはチンアナゴのモノマネをしてたぜ。その後、タキナもチサトに習って、魚といい、モノマネをしたぜ。この時の声と表情、モノマネが可愛らしく、それでいてシュールだったので話題となり、ツイッターサジェストになっただけでなく、素材としても使われたぜ。タキナ魚がトレンド入りしてたわよね。5話はそこまで気候に走らなかったぜ。第6話では、タキナじゃんけんがトレンド入りしたぜ。チサトと一緒に住むことになり、家事当番を分担するためにじゃんけんをするんだが、タキナは全敗だったぜ。この時のタキナの顔芸代わりとすごく、話題になっただけでなく、チサトが相手の動きを見て先読みしてることを知った時も驚愕していたぜ。そして、最後にチサトの笛をついて初手からじゃんけんをし、勝利したことでタキナは大喜びしてたぜ。かわいいのぜ。この時のタキナの喜び方もものすごかったぜ。という風にタキナのじゃんけんのインパクトがすごく、話題になったぜ。まあ、負けまくった状態からの初勝利だからあれだけ喜ぶのも当然といえば当然なんだけどね。ちなみにチサトのあまりのじゃんけんの強さに本田とじゃんけんを連想した人も多かったようで、本田とじゃんけんもトレンド入りするという珍事が発生したぜ。また、このあたりからタキナはチサトに対する執着心を見せ始めており、タキナは好きになった相手を束縛するタイプなのでは、とか思い女と言われ始めるぜ。まあ、6話の時は自分たちも敵に狙われてるかもしれない状況だったからタキナがあそこまで必死になるのは当然といえば当然よね。第7話ではタキナの断層が話題になってたぜ。また、タキナがバーに潜入した時の長蒲焼太郎で、シュールすぎる名前が話題になってたぜ。名前のモデルは多分蒲焼さん太郎よね。それだけでなく、タキナの絵の下手さが話題になり、チサト以上に壊滅的だぜ。マジマの似顔絵を描いたんだが、似せる気がないとしか思えず、タキナの絵はめちゃくちゃ下手だったぜ。髪の色すら違ってたわよね。続いて第8話、ここでタキナは大きなインパクトを残すことになるぜ。ああ、うんこね。そう、タキナはリコリコの経理を担当することになり、赤字を打開するためにホットチョコパフェを考案したぜ。だが、その見た目が、うんこです。水木もそのパフェを見たとき驚愕し、チサトとか露骨にうんこと言おうとしたが、水木に止められたぜ。そしてそのまま販売したんだが、その見た目と見た目に反する美味しさによってバズりまくり、行列ができるほどになってたぜ。ツイッターでもタキナ考案のホットチョコパフェはトレンド入りしてたが、やはりその内容は、うんこです。チサトとか鼻をつまんでおり、もう狙ってるとしか思えず、露骨に下ネタをぶっこんでたぜ。そして、くるみが席を開けてる間にタキナはツイッターを見てしまい、そこに書かれていた内容は、うんこです。
滝縄7話の時点で絵が下手で、この話で芸術センスが皆無であることがより明確になったぜ。しかも滝縄ツイッターの反応を見るまでは全く自覚しておらず、めちゃくちゃショックを受けてたぜ。あまりのショックにホットチョコパフェを作るのをやめると言い出したぜ。水木は売り上げがいいから別にいいだろと言ってたが、結局そのまま販売停止にしたようだな。ちなみに黒字になったことでロボットを購入し、ホットチョコパフェを運ばせたんだが、ロボリコがホットチョコパフェをどう判断したのかというと、うんこです。ロボリコはホットチョコパフェを流しており、しかもその時水木が言ったセリフが、うんこです。ちなみに第9話では千里がホットチョコパフェを作ってたがやはりその形はもうほぼほぼ、うんこです。とまあ、滝名のホットチョコパフェが話題をかっさらい、そのインパクトは凄まじく、滝名うんこがトレンド入りする事態となったぜ。今でも話題になっており、うんこうんこ言われまくってるこの状況はもう、腹下りです。ちなみに元ネタは2020年2月にコメダコーヒー店が高級チョコレート専門店として知られるゴディバとコラボレーションした白ノワール、ショコラノワールだと思われるぜ。確かに見た目がそっくりね。また、この後千里の家にマジマが侵入し、携帯での会話に違和感を覚えた滝名は千里の家に行ったぜ。マジマと遭遇するが逃がしてしまったぜ。千里の命の危険を感じた滝名は、3コール以内に出なければ危険と判断してすぐに駆けつけると言ったぜ。これにより、滝名は好きな人を束縛する女、重い女というイメージが完全に定着し、滝名束縛、滝名重いもトレンド入りしたぜ。でもぶっちゃけ、千里が危険な状態になったのは事実だし、滝名の行動は至って普通だと思うわ。まあそうなんだよな。だが、滝名の言動が束縛したり、重い女そのもので、話題となったぜ。とまあ、滝名のツイッターサジェストの遍歴はこんな感じだな。徐々に滝名のツイッターサジェストがめちゃくちゃになってたぜ。ということでここからはまとめに入っていくぜ。お願いします。滝名のツイッターサジェストは第4話の魚からネタにされ始め、じゃんけん、うんこ、重い、束縛などがトレンド入りし、滝名のツイッターサジェストが割とカオス化してるぜ。だが、一方で、滝名は話が進むごとに喜怒哀楽が激しくなり、可愛げのあるシーンも増えており、ツイッターサジェストがカオスになってるのも滝名がそれだけ愛されてるとも言えるぜ。滝名は千里によってどんどん変わっていき、千里の色に染まっていってるため、滝名本人は言ってないにもかかわらず、千里が悪いんですよがトレンド入りする事態になったぜ。滝名は会を追うごとに可愛くなってるわよね。余談だが、滝名のデートプランが詰め込みすぎかつぎこちなく、一部の視聴者から童貞かよとか言われてたりするぜ。冷静に考えて滝名は今まで友達とまともに遊んだことすらなかったんでしょうからぎこちなくなるのは当たり前なんだけどね。リコリコはシリアスパートに突入したので日常パートは少なくなる、ないしなくなると思われ、これからどうなるか目が離せないな。前半は千里が表の主人公という感じだったが、後半はどうも滝名が表の主人公として活躍しそうなんだよな。まあ、ダブル主人公という体制自体は変わらないんだろうがな。はぁ、リコリコがワンクールアニメなのがほんともったいないわ。千里がやばいことになってるし、やっぱり曇らせ展開が起こりそうな気がするわ。千里死亡フラグが徐々に現実味を帯びてきたな。いやだー、千里死なないでー。千里は物語を完成させるために死なせるべきという声がちょいちょいあるが、リコリコは人の命を助けることがテーマな気がして千里を殺すのが物語の完成とはちょっと違う気がするんだよな。いや、千里が死んで欲しくないというのが大きいんだがな。まあ、今の状況だと千里が死んでも生き延びてもおかしくないんだよな。わずかだが希望は残されてるんだがな。滝名が重要になってきそうよね。てかまさか滝名がここまでネタ的な意味でサジェストが侵食されるなんてね。てか滝名は千里に対する執着が割とすごいことになってるのと、マフラー巻いてもらってるくだりが完全に進撃の味方なんだよな。滝名は9話で DA に戻ることにしたけど、最初は断るつもりだったらしいわね。滝名の中ではもう DA よりも千里の方が大事なんだよな。滝名は9話で DA に戻ることにした理由が千里を助けたいからだしな。滝名が DA の復帰を断ろうとしたのも、千里と残りの時間を過ごしたいからだしね。滝名は第1話ですでに失敗してるんだよな。だから今度はもう失敗しないんじゃないかと思うぜ。同じ失敗を二度繰り返すような展開にはならないと思うぜ。滝名が DA に戻るのはある意味滝名の失敗を取り戻す話だと個人的に思ってるので、救いのある展開になると思うぜ多分。
1話の滝名のやったことが間違いとは思えないけどね。仲間を守ったわけだし、いずれにしても救いのある展開になるといいわね。ということでこれで滝名のツイッターサジェストの遍歴の解説を終わるぜ。チャンネル登録、指摘やコメント、ツイッターのフォローもよろしくね。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。